ケチャンは最近 NCT の新チームについて個人的な意見を述べた。特に2000年生まれのアイドルは NCT ウィッシュのデビューに対する心境を率直に表現した。少し前、ケチャンはファンとチャットするためにウェバールスでライブ配信を行いました。ライブ中、本田のイ、ドンヒョクオーナーは久しぶりの新チーム追加について意見を述べた。まだ近づいていないことを認めながらも、ケチャンは NCT ウィッシュの成功を願っている。彼はまだ新しいチームを NCT の一部として見ようとしている。これは本当に個人的な意見です。しかし私はこれを8年間続けています。私が8歳の誕生日を祝った時に彼らはデビューしたばかりです。だから彼らをチームメイトとして見るのは簡単ではありませんでした。トレちゃんは言いました。そして彼はこう付け加えた。しかし彼らは NCT のマンネ、つまり努力によって築き上げられたグループのメンバーです。だから彼らに愛情を感じます。私は本当に彼らにとって最善のものを望んでいます。次にケチャンは NCT の各チームがどのようにしてデビューし、それぞれのファンを持っていたのかについて話した。ケチャンはファンも NCT ウィッシュを好きになってくれることを望んでいるが、すべてをファンに任せている。それにしてもちょっと気になる。っていうかチームとして見てなくても大丈夫なの。 NCT が発足した当初は別のチームとしてスタートしました。そしてファンダムはこれらのチームごとに異なるファンのグループで構成されています。それも意図したものでした。だから気に入っていただければ嬉しいですが、それはあなた次第です、とヘちゃんは説明した。